こんばんは。こんばんは。ボイスマークチャンネルです。始まりました。ヒノキの抜刀、はい、今受け口を切ってお湯も入れてますね。矢を入れてるところですね。あ、で切ったのがこちら。こちらは今何をしてるのでしょうか。僕は今造材作業って言って、切った木を一本のままでは出せないので、うん、4メーターとか3メーターとかっていう製品になる長さに切っていってるところですね、うん、でチェックを入れてるところか、うん、倒した丸太をこのようにスケールメジャーですね、スケールで4メーターや、はい、主に今は4メーターに入れてるんでしょうかね。そうですね。たまに長かったら6メーターとかね、うん、長材っていう8メーターとか12メーターとかありますね。これ印つけてるのもやっぱり木を見ながら。そうですね、木の曲がりとか鎖、まっすぐな木ほどいいんで、それを見て、まあ、でもこれはちょっとこう、なんですか、全体的に曲がってるので、もう全部が曲がりなので、もうこれはだっと4メーターで入れてますね。こういう作業を倒した後にしていますと。はい。これ普通のチョークですかね。一応そうですね、木材用チョークって言って、なんかちょっと雨で溶けにくいチョーク使ってますね、うん、で、かけて、で、これは一応、この日の作業は私、昴生と伊藤と二人で作業しているんですが、僕がずっと撮ってるんで、まあ実質一人で作業しているような状況です。でもまあ自伐林業ではこういうような、まあ一人でもこのぐらいの作業ができるんで、でできるということで。そうですね。そうですね。この作業風景をご覧いただければと。材が大きくても切った木が大きくても3トンのユンボがあれば何でも細工はできるので、うん、今から造材するところですね、うん、チェーンソーで。この造材の仕方、なんか特徴はあるんでしょうか。特徴はそうですね、一応はこう反対側から切って、全体の木のバランスを見て、こう切った時にどこが一番こう下がるか、うん、まっすぐなところがあって、ここからこう下に歪んでいくのか上に跳ね上がっていくのかっていうのを見極めて、で、これは最後、ちょっと突っ込んで切ってるんですよね。うん。まあ、この場合は下に落ちていく場合やったんで、この反対側、この自分じゃない方向から切っていって、で、最後手前でちょっと切るっていう形で、一応切っていこうとしてるっていうところですね。造材作業。玉切り。玉切りですね。玉切り。で、最後ちょっと今、詰められた恥ずかしい思いなんですけどね。で、
いかがでしたか。一応次もこの続きなんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。